では次のフィリップをご覧ください。貯金のコツと書いてあります。この貯金のコツを私は10個挙げてあります。私も社会人になるまでは銀行の口座も持ったことがありませんし、まあ、お年玉の親が貯めてくれるお年玉を郵便局の貯金に入れてるかなっていうようなそんな感じでしたけれども、やはり給料を得ていただくようになりましたら銀行口座は2つ持っていただく方がいいです。これは必ず銀行口座を2つ作って、1つは会社から給与をいただく給与口座、そしてそこからできれば自動引き落としで貯金の口座というのを別の銀行、もしくは同じ銀行でも別口座を作っていくというところ、ここの貯金口座はもうここはないものとして月々3万円でも月々5万円でも口座を作って入れていくという形、ここが一つです。そしてまず、銀行口座を作りましたら貯めるお金をまず先に決めるということです。これが2番目ですね。使うお金ではなくってまず貯めるというお金を先に決めるということです。ここもなかなかできないと思うんですが、貯めるお金を先に決めて毎月3万円は貯金口座の方に入れていく、毎月5万円は貯金口座に入れていく、そして残りの残金が自分の生活費であるというふうに決めていくということです。そして3番目、ここもなかなか難しいという方が多いんですけれども、ボーナスは全額貯金するということです。ボーナスはなかったこととして夏のボーナスも冬のボーナスも貯金をしていく。まあ無理かなと思う方はできればご褒美としてその中の一部は使うけれども、ほぼほぼボーナスは貯金をしていこうというふうに決めていくことです。そして4番目には積み立て貯金や財形貯蓄などを利用するということです。会社で財形を利用できる方はもうできればこれは必ず財形の貯蓄をしていただきたいと思います。また一般にも積み立て貯金があると思いますので、3年積み立てですとか5年の積み立てといった積み立て貯金をしていくということです。ここまでがだいたいお金を積み立てていくというところのコツのあたりですね。そして5番目は分割払いを利用しないということです。30万円のテレビを買おうかなと思った時にそれを月々分割をするという形ではなく、30万円を貯めてからテレビを買う、リボ払いとかカードローンをなるべく使わないということです。20代30代のうちはこのリボ払いとかカードローンはまずしないというふうに決めていただいた方がいいです。そして6番目には銀行の人と話をするということです。めったにないと思いますけれども、やはり銀行の方たちというのはお金に対してのプロですので、銀行の方といろいろお話をしてみて口座の作り方ですとか、今でしたらニーサですとか、それから株といったところですかね、そういったところなんかも銀行の方はお話ができる人が増えてきてますので、そういった銀行の方と一度話をしてみるということです。7番目には安全性の高い金融商品を勉強して利用してみるということです。ここは先ほどの6番目の銀行の人と話をしてみるというところと似てきますけれども、安全性の高い金融商品についての知識がある方、そういった方とお話をしてみるということですね。そして8番目に、これは私も自分の体験からですけれども、とりあえず100万円を貯めてみるということ。とりあえず100万円を貯めてみる。私も最初に1000万を貯めてみようというふうに思いませんでした。まずは100万円を貯めてみようかな、そこまではお金を崩さずにずっと貯め続けてみたい、そういうふうに思っていて目標を決めるということですね。そして9番目にはいくら貯まったかというふうに考えるのではなくって、目標の額までにいくら足りないかというふうに考えるということです。まずじゃあ目標100万円というふうに決めると、じゃあ5万円貯金をした、翌月は95万円が足りないというふうに思うことです。そしてまた5万円が貯金できたとすると、じゃあ次90万円が足りないというふうに思うことです。いくら足りないのかなというふうに考えていくということです。そして10番目、毎月のこの貯金額を定期的にベンチマークするということです。これは資料 A というふうに書いてありますけれども、このベンチマークをしていくということがとても大事になっていきます。考えているだけではなくって、毎月いくら貯金をするのか、毎月いくら貯金をしたのかというのを文字に書いてみて
ベンチマークをしていくというところ、これはまた後でお話をさせていただきます。